はい、どうもレジュノです。ピッちゃんです。おお、自己紹介ができましたね。ごめんって、ありがとう。ガチハゲバンパス。ハゲのためのハゲによるガチハゲを決定するガチハゲ万博だ。はい、というわけでね、本日なんですけど、若ハゲがガチハゲナンバーワン決定戦開催してみたってことで、まあね、このハゲ界隈でよく言われるのがやっぱ本物か偽物かっていう、まあガチハゲかもうなんちゃってハゲかっていう、まあ二択。まあ本日ね、日本中、いや世界中のハゲを集めて、誰がねガチハゲ万博のナンバーワンに輝くにふさわしいのか、ハゲナンバーワン決定戦を開催したいと思います。イエーイ、イエーイ。はい、というわけでね、本日のルールなんですけど、ハゲ薄毛をちょっと気にしとる人、俺ハゲとるウェーみたいなタイプじゃなくて、本人は気にしとるタイプのハゲっておるじゃん。この本人は気にしとるタイプのハゲをちょっと俺がここでエントリーさせちゃうと、ちょっとその人をね傷つけちゃう恐れがあるんで、まあレジェンドの目から見て、このハゲならいじってもいいハゲだろうなみたいなっていうハゲをね10名選ばせて、で本日ね、その10名のハゲたちを戦わせて、ナンバーワンハゲ肉とね、呼ぶにふさわしいハゲをね、決定していけたらなと思います。それでは、ハゲのための、ハゲによるガチハゲ万博の出場選手をね、紹介していこうと思います。若ハゲの生き様を見せることができるのか、若ハゲの生き様乗りよ。俺に髪の毛は必要ない。世界からこの方、ジェイソン・ステイサム。今大会唯一の20代、山界。ハゲ界の貴公子、斉藤さんだぞ。チャンネル登録者100万人を超える超大物、キョウちゃん。ハゲといえばこの方、江頭2時50分。お笑い界屈指のハゲ、ブラマヨ小杉。今大会での嵐の目、ダークホース、フリー素材ハゲニキ。こちらも超大物 YouTuber の登場だ、ブロタンです。ハゲ界のプリンス、いや、伝説、レジェンド。はい、というわけでね、まあ、この10名をトーナメント方式で戦わせていこうかなと思うんですけど、まあ、10人なんで、ちょっと8だったらこう、うまくトーナメントできたんだけど、やっぱ、10ってちょっと、トーナメント的にちょっと割り切れんけん、シード枠をね、特別に2つご用意させていただきました。まず第1シードですね。まあ、仲がいいっていうのもあるんで、若ハゲの生き様のりお選手、第1シードでございます。大人になれない僕らの。おめでとうございます。まあ、戦わずしてもう一回勝っちゃってるみたいな感じですね。で、この、もう一人シードがいるんですけど、第2シードですね。強豪の選手ですね、これは。まあまあまあ。レジェンド選手です。やったー、レフィー、大人になれな、喜び。はい、ということでね、トーナメント表をね、ちょっと見せていこうかなと思います。こちらです。まあ今皆さんね、見ていただいてると思うんですけど、ちょっとメガネがついてます。ガチハゲ万博の評価基準として、年齢っていうのは結構大きな採点基準になってくると思う。若くしてハゲたっていうのと、やっぱあと、どれだけハゲてるか、なんちゃってハゲじゃなくてガチでハゲたいとダメなんで。で、これはね、結構ね、もう優勝が予想されとる二人がいきなり戦っちゃうみたいな感じなんで。第1回戦ですね。エントリーナンバー2。ジェイソン・ステイサム、カッコ55歳。で、この対するジェイソン・ステイサムと戦う、山海 TV、27歳。個人的な見解のところ、エコヒーキしまくりで決めていきたいと思います。まあこのジェイソン・ステイサムさんはね、やっぱハゲが憧れる、ハゲ界隈でこう、知らん人おらんじゃないかな。ジェイソン・ステイサムさんのこう名言集。俺は自分がハゲだってことを神に感謝してるぜ。そもそもこの俺に髪の毛なんて似合わねえ。素晴らしいことです。まあ、対するね、山海 TV の山海選手ですね。プロバレエダンサーらしいですね。まあ、結構 YouTube のな、サムネイルとかで、結構この人のハゲっていうのは見たことある人が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、コラボとか全然待ってるけ。一緒にバレエ踊ろうや。レッツゴー！フレッフォッデンフォッデンマイ！まあ、こちらですね、圧倒的に優勢なんで、ジェイソン・ステイサムの勝利とさせていただきたいと思います。おめでとうございます。第2回戦ですね。エントリーナンバー4ですね。トレンティエンジェル、斉藤さん。過去37歳。斉藤さんだぞ。対する相手はですね、キョウチャンネルですね。キョウちゃんといえばやっぱハゲかなって俺は個人的に思うんで。ごめんな、キョウちゃん。失礼なこと言って。コラボとか待っとるっけ。トレンディエンジェル斉藤さんはね、相方の高志っていう人にしろそうだけど、若くてハゲをあんなに昔からこう、エンタメとして昔ながらにね、見てた記憶があるんで、その頃はね、俺は若干ハゲてきてってぐらいだったね、個人的な評価としてはかなり高いですね。対するキョウちゃんなんですけど、まあ、YouTube の方でね、最近ハゲてきたっていう動画だったりをね、投稿してるのは見たことがあってですね、てっぺんの辺が結構来てる感じでね、で、個人的
に結構衝撃だったのが、ググって調べた時にきょうちゃんが31歳だったっていう。きょうちゃん31歳なんだみたいな。なんでここは強豪と強豪がね戦ってる感じになりますね。まあ、かなり難しいですけど、まあ、そうだなー、きょうちゃんも結構跳ねておるんだけど、斉藤さんはねやっぱりみたいな、わかる、かなりポジティブなハゲなんで、あれかなりポイント高いっすね。というわけで、コウモリエンジェル斉藤さん勝利でございます。おめでとうございます。いろんなある方はね、コメントとかで言ってくれたら結構は口がやらんけどね。はい、というわけでね、第3回戦ですね。さあ、こちら江頭2時50分過去57歳 VS フラマヨコスミです。やっぱハゲをね、こうネタにしてるぴったりなんで、何の遠慮もなくね、エンジェルさせていただきました。こっちもハゲなんだけど、ちょっとハゲ方、江頭さん綺麗な、俺の目から見てもすごいなんか綺麗なハゲ方してるんですよね。なんか潔い、この横がふさふさっていうところがポイント高いですよね。かなり結構迷いましたけど、まあ、江頭25年目さんの勝利おめでとうございます。江頭さんとかもコラボとか待ってるんで、あの一度も連絡してきて。別のように優しい。次の対戦です。第4回戦フリー素材ハゲニキですね、 VS プロタンです。まあ、これはな、正直な言うまでもない。プロタンちょっとハゲてきたとか、ハゲをちょっとネタにしとるんだけど。まあ、ちょっとね、あれっすね。ガチハゲ万博によく出てこれたなっていうぐらいのハゲ方なんで、フリー素材ハゲ肉の勝利になります。ありがとうございます。プロタンな、ごめん。今回はね、また1回戦で負けちゃったけど、コラボ待ってるんで、いつでも連絡してきて。プロタンです。はい、ということでですね、第1回戦、試合が終わったということで、まあね、もうかなりね、ここまで来るとね、1回戦勝ち上がっただけなんですけど、選ぶのかな、難しいなっていうとこまで来てるかなと思うんですけど、行きましょうか。第1シード、ノリオ、VS ジェイソン・ステサム、55歳。そうっすね、これもね、かなり難しい戦いなんですけど、やっぱノリオはね、若くしてハゲ取るっていうのは俺の中でかなりポイント高いんで。まあノリオもね、エガちゃんもなんだけど、やっぱこのラインがね、綺麗にハゲて、この横がふさふさっていうのがポイントで、まあジェイソン・ステサムファンの方にはちょっと申し訳ないんだけど、もうジェイソン・ステサムはまあ、ハゲはハゲなんだけど、スキンヘッドにして、逆を言うとハゲ散らかってる状態じゃなくて、もう常にスキンヘッドでこう綺麗なハゲが保たれてるわけっていうところの潔さとかをポイントで指数化した時にですね、やっぱちょっと僅差でね、バカに決まるんで勝利でございます。おめでとうございます。さあ皆さん、お待たせしました。ここでですね、ついに私フリー素材ハゲニキ VS レジェンドなんですけど、フリー素材ハゲニキ結構ダークホースだと思っとって、結構いいハゲ方しとるんよ。で、このメガネとかも結構アクセント消えとって、結構強豪かなとは思うんだけど、年齢が分かってないっていう。まあ、かなり難しいんですけど、まあ、主催者が僕なんで、ポジティブさだったり、ストレックなハゲっていうのを狙ってレジェンド選手と圧倒じゃないですかね。ここでまあ、レジェンド選手の勝利です。おめでとうございます。ということでですね、ここまで来ました。というわけでね、じゃあ準決勝第1試合からノリオ VS トレンディエンジェル斉藤さんなんですけど、そうだな、かなりね、これ接戦っすね。ノリオさんもね、トレンディさんもね、ちょっとかなりいい勝負してるんですけど、ハゲ歴をな、世界にハゲを発信し続けて斉藤さんかなり長いんで、っていうの見たらやっぱこのガチハゲバンバッと組んでて、やっぱ斉藤さんは外せない存在かなって思うんで、ということでね、トレンディエンジェル斉藤さんの勝利となります。おめでとうございます。じゃあ準決勝第2試合ですね、江頭2時50分 VS マカハゲ YouTuber レジェンドということでですね、結構こちらも勢力としてはかなりレベルが高いですけど、ポジティブさをハゲをネタにしてみんなに笑顔を届けるみたいなポジティブさだったりっていうのは、やっぱレジェンド選手の方がねかなり分があるかなっていうのは思うんですけど、俺がこのガチハゲ万博を開催するにあたって真っ先にこの人は絶対参加だなって決めた YouTuber の人ってのは、ね、江頭2時50分さ、江頭2時50分っていう名前を聞いたことない日本人は少ないと思うっていうぐらいね、やっぱ有名だし、まあ、いい人っていうのはかなり有名なんで、これはね、まあ、でもないですね。江頭2時50分さん、勝利でございます。おめでとうございます。はい、ということでね、皆さん、大変お待たせしました。ガチハゲ万博、ナンバーワンハゲ決定戦、決勝戦、トレンディエンジェル斉藤さん、37歳 VS、江頭2時50分、57歳。はい、ということでね、決勝戦なんですけど、そうですね、まあ最初にもね、僕言ったんですけど、この年齢、江頭2時50分さんのこの57歳っていうのを加味した時に、やっぱね、50、60とかになってくると、ハゲについてっていうのはもう珍しくはないかなっていうのがありますよね。ただやっぱその点ね、トレンディエンジェル斉藤さん37歳っていう、しかもバックにあの、タカシっていうね、ハゲ2トップっていう、やっぱこのトレンディエンジェルっていうのはかなり強いっすね。まあこれね、正直、開催する前からね、もう僕の中では誰が優勝かっていうのも決めてたんですけど、第1回のガチハゲ万博優勝者は
ライン・ディ・エンジェル斉藤さんです。おめでとうございます。はい、ということでね、まあ、トレンディ・エンジェルのね斉藤さん、よかったらコラボとかしてな、一緒にあのペッペッペって言おうや。ペッペッペでですね、栄えある銀メダルですね、第2位江頭2時50分さん、おめでとうございます。第2位でございます。でまあ皆さんね、ここまで来たらやっぱ第3位第4位も決めてほしいかなと思うんで、この準決勝でね惜しくも敗れてしまったこのお二人ですね、若ハゲの生き様バーサス若ハゲ YouTuber レジェンド、まあ、ここになってくると思うんですけど、まあね視聴者の方ね、もう一目瞭然だと思うんですけど、もうのりおさんの方がね、まあ、綺麗にハゲられてるんで、そこはカンプまでのりおさんの感じですね。というわけでね、第3位銅メダル若ハゲの生き様のレジェンドです。おめでとうございます。のりおまた遊ぼうな今度な。3位おめでとう。ってことでね、第1回ガチハゲ万博、まあ、完全にねもう僕がエコひいきしたっていうのもありますけど、まあねこれはねこう世界のねこうハゲ界隈から見てもねもう異論がないかなと思うんで、これ第2回とかもあるかもしれないんで、まあ一般の方でねちょっと僕参加したいよとかいう方がいたんで、もうどしどし応募してくれたら、まあ次はね万人部門でできたらね嬉しいかなと思うんで、まあ、僕はね強豪たちの並ぶねガチハゲ万博でまあ4位というねこう流行る賞を受賞できたことすごく嬉しく思ってますんで、まあ来年はね1位になれるようにこれからも精進して立派なハゲとして生きていきたいと思うんで、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。美味しい部に行こうよ。